コかわいそう。ニコのエンディング見てるから俺もう。同じことやってもしょうがないじゃん。で、応援か。ワープします。あれ覚えたんや。わしの十文字を覚えます。なんか秘伝の書もらえるらしいんで、わしの十文字取った後に一心様に話したら巴流がもらえるらしい。関友、俺の関友はあの積んでるから。過去フクロウもお前倒せずに積んどるわ。すぐラスボス覚えます。ちょっと使ってみるかな。パンのかっこいい。なんか一心様のと違うな。す。本庄。ミコの前行ってねえかな。ちょっと一心様に会いに行くぞ。短冊切り。なのに俺あ落ちたし、なんで牽制なのに。なんで回復しないんだ。出せ。米は見える。殺したら返せるべきだ。いや違うよ。もうちょい HP があったら生きとるんだが。なんだ。さ、一心様。それが不審切りか。赤炉抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、
しびりは抜いた者に死をもたらす刀。剣聖といえば大事。お主のようなものでなければ扱えぬ代物か。マラ、無双稲妻し。しびりを抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。うん、そうか。赤き刃がな。のう、セキロ。不思議りがあれば、本来死なぬ者を殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。何がおっしゃりたい。その刀がお主の手中にある。何を切るか。よく見定めてから抜くことじゃ。何が言いたいんだ。行くか。ではな。ではな。くれねえじゃねえか、嘘つ。不審に死なぬもよく。もらえんし、酒振る舞わないかんのか。ん？なんすこれ。これなんす。そこもと。じじい仲間になるの遅いんよ。なんなんこれ、くれんの。行くか、セキロ。ではな。天狗に会わないか。あ、天狗？天狗は大手門に行ったらいいのか。天狗モードやないといか。ああ。天狗、どっかであったな、そういや。どこだったかな。天狗どっかであったろ。あっこよ、あっこ。あの、お前ほどの男があって、アシラには鬼が潜んでおるそうじゃのって言ったあっこや。俺じゃないのにって忍者と戦ったとこだ。ここだ、ここだよ。今日の菓子はチップスターだよ。あら、おらんが。あら、惜しい、おらんが。大手門か？なら。出てくんじゃね。ネズミだ。天狗様、おるわおるわ。切ってまいれ。さ、は、あ、切ってないんか。切りに行くわ。切ってねえんだわ。そっちのフラグからか。それな。ああ、どどど。どうだったかな。力か。こあら、引っ掛けれんが。力か、殺していこうじゃないか、じゃあ。ふっ、
そ。しちゃうよ。クリアしたんちゃいますの。知ってるから大丈夫だから。俺で巴流が俺のものよ。切ってまいりましたぞ。ネズミを飼ったようじゃな。ああ、やはりお主には一切りの才がある。これはアシナ流じゃ。流派というても堅苦しい。ただ戦に勝つネズミ狩りに。ありがとう。アシナ流、流派というただネズミ狩り。いや、全部覚えたんだが。これであっちか。これで社行ったらおるんか。将棋の才能はやめろ。一回休憩しろ。すす。こんな金ないんだろうな。しかし、あら、おらんがおい、なんか任務作ろう。金は腐るほどあるからな。悟空魂死極よ、極よ。売却します。ここに来て、プリプリになっとったこれが生きる。ポーン。金持ち、5000円。死者があるどこ。そっくり、チューブル殺してるからな、こっちは。リング続くの。アレデラ戻ります。リング使う。これからのことのために。どうして淀屋が乗っている。あとはそうじゃの。なんでこれ解放してねえの俺これとかあんちゃんええよな。
6かかってんの2個ある。なんでサビ丸表裏これ作った後サビ丸の最強サビ丸作るか。ルリサビこれだ。作りますサビ丸サビ丸ルリ丸ルリ丸ルリがない4つもいる。ほらあいつにルリ取りに行くか。貫きこれでも怖くないのあいつも。神隠しイベントやってないのそういや。泣き虫なんで4つもいるんだこれ。いやこれ作れんか。ルリは足りとるんか。え、なんだこの粉みたいな。わら粉がないんだがこの粉どこにある。ウリオちょっとコカっぽいやつ。後半ならんと取れない素材。なんとお前こんな金持って行きたくないぞ俺。どうしよう。オルガこいつに売ってもらおう。あの旦那は認めろ。だったら忍びならアイテム購入。この辺売ってないんか。売ってないな。俺こうどけくー全然足りねえ。じゃあな旦那もう一回大手門行くぞ。大手門の方も買うんや。なんでこんなことに毎回このやり取りで損。確認してから売れや。くっそー税袋売ってくれや。頼むわ。ご供養に。映画死者たちに北条あれ。何週目？2週目。オルガ。なんとかお前ほどの手だれがこうも簡単に長政やったかな。おお、セキロか。これは。ナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。はい。おお、確かにな。かセキロ、やはりお主には一切りの才が。褒美じゃ、取っておけ。ありがとうございます。マシな無心流の天章。
心はとどまることを知らぬ男であったが、貧欲により強さをより高みを目指し続け、その果てに国を取ったのだ。無心にあらゆる流派を飲み込み続けるその心持ちこそが元来の一心である。故にこの伝子を生涯未完なり。しかと責任を負う。お主ならば天狗殿、わしはもう少しここで涼んでいくか。よく苦しんどる。ほう、これか。これ覚えてからじゃないと覚えれねえのか、これ。ゲー、奥義。う、秘伝不思議り。あ、これ源一郎がやったやつだ。念を込め不思議りの力を引き出すことでさらに威力が高く、射程の長い斬撃を。な、まとい切り。未完。ほぼほぼ覚えてないと無理ってやつか。赤い。黒だから黒なのか、あいつは。大忍び落とし。グリグリ覚えないきませんやん。まずこれ覚えないかんやん。これは覚えとんか。これも覚えんといきませんやん。何ぼほどいるんだこれ。苦労の月。ついてからのあの二連撃か。あったな、そんなんやりよったの、あいつ。そういや、これも覚えないかんが。戦法時も結構かかる。スキルダメはくせえな。もういっか、行くぞ。もう裏切りに行くぞ。すでにこんなん覚えんでも勝てるから、まず持って。ハゲついてんのが友恵流。トモエリを覚えて。やばい、お前ら固まった。石取った。固まりそう。やばい、決闘。やばい、コメントはまだ生きてるが、もう赤炉はほぼほぼ死んでる。どうしようこれ。再起動。もう赤炉は死んだ。お前らこういうんでな、戻したところで多分死ぬんだ。固まる頻度。PC 頑張れ。お前ら、一旦、再起動かましてきます。改正。じゃあ、さよなら。